森澤さん、もうテストチューニングが揃ってという段階ですけれども、はい、まずその最後の3人で、並びはもう決められました。はい、松崎さん、慎太郎さんの3番と話してもらおうと思います。まあ、その慎太郎さんとの前後というのはその都度その都度というふうに思いますけれども、今回どういった思いがありますか？そうですね、本当に初日僕がちょっとわがまま言って主張させてもらって、うん、回してもらったんですけど、本当にちょっと不甲斐ない競争してしまったので、うん、申し訳なくて、で、やっぱり準決勝の慎太郎さんの走り見て、やっぱりもうちょっと逃亡してできないかなと、はい、頑張ってもらおうかなっていう感じです、うん、確かに追い込み選手として準決勝の慎太郎さんはすごいぞというのはありました。いや、常にもう本当に慎太郎さんの動きは、うん、勉強になりますし、すごいなっていつも思ってるんですけども、はい、確かに G1 の準決であれで、小松崎さんとの勝ち上がりを決めるすごさ、その2人が前にいる決勝楽しみですよね。そうですね、小松崎さんとも何度も連携させてもらって信頼してますし、しっかり3番手の仕事をしたいと思います、うん。もちろんその別府で S 班としての記念優勝を取って G1 の優勝も S 班として決められるということはやっぱり責任、うん、そうですね、決勝の宝にはそこを目指して頑張ります。じゃあ北で熱い走り頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。